はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回はですね、整数問題で超使える合同式を一から解説していきます。まあ、この合同式ですね、教科書では発展的な話題として取り扱われていて、まあ、学校によっては習わないっていう方もねいると思います。ただですね、この合同式ぶっちゃけもう学ばないと損ですね。っていうのも、この合同式はまず何よりね、整数問題で超使える。この合同式を使うだけで整数問題の見通しの良さがもう誇張なしに100倍ぐらいになるんですね。それに加えてですね、この合同式めちゃくちゃ簡単なんですよ。もうね、やってることっていうのはもう直感的に当たり前のことをやってるに過ぎなくて、もう理解するのがすごく簡単なのに超使える。もうね、勉強しない手はないですよね。なので今回その合同式をいろんな具体例を交えながらしっかりと解説していきますので、ぜひマスターしてもらえたらいいなと思います。それでは初めに合同式が何なのかっていうのを一行で説明すると、割り算の余りの世界での式、この余りの世界なんだよっていうのが非常に重要。このことだけ押さえれば、ぶっちゃけこの後の話何も難しいことはないです。まあ、合同式っていうのは例えばこういった式なんですね。まあ、なんか普通の式といろいろ違いますよね。10と4がイコール、あでもイコールじゃなくて3本線だな、しかもなんかモッド3みたいなのあるな。まあね、普通の式と違うんですけど、このね、余りの世界での式っていうのが分かればもう楽勝。はじめにこのモド3が何を表しているのかっていう話なんですけど、まあ、合同式っていうのは余りの世界での話なわけですね。余り、すなわち何で割ったのかっていうことがないと余りっていうのは考えられないわけじゃないですか。それを表しているのがこのモドの部分、何で割ったのかっていうことを表しているんですね。まあ、この場合で言うとモド3なので、3で割った時の余りに着目してますよと、これを表してるに過ぎないんですね。まあ、このモドっていうのは、モデューロっていう単語の略なんですけど、余りということですね。3で割った時の余り。で、次に、この3本線なんですけど、この線の読み方は、合同っていうふうに読みます。まあ、これ、図形と図形の合同マークと一緒ですよね。で、これ、10イコール4ではないんですよ。10と4は同じものではないから。ただ3で割った時の余りに着目すると、10と4これともに余り1ですよね。10割る3は3割り1、4割る3は1余り1ということで、余りは等しいんですよ。なのでモド3で割った時の余りに着目すると、この10と4は余りは等しいと。なのでこの合同式は結局3で割った時の余りは10と4が等しいですよっていうふうに言ってるに過ぎないんですね。まあ、一般的な合同式について考えてみると、この式っていうのはこれね、 P で割った時の余りについて考えてますよと。その時に A と B を P で割った時の余りは等しいですよと、これを表してるというわけなんですね。別に難しくないですね。でこの合同式の読み方なんですけど、例えば A 合同 B モッド P でそのまま読む場合もあれば、 P を法として、まあ、法っていうのは割る数ぐらいにね思っといてください。 P を法として A と B は合同と、まあ、こういうふうに日本語で説明してあげても OK。 まあ、それはねお好きな方を選んでください。まあ、個人的にはね A 合同 B モッド P の方がねそのままで言いやすいかなっていうふうに思います。じゃあね、この式が成り立ってる時何が言えるのかっていう話なんですけど、まあ非常に簡単。A と B が P で割った時の余りが等しいのであれば、A-B、その差は P で割り切れますよね。割り切れるってことは、P で割った時の余りが0ですよと。この式が成り立つことが言えるわけですね。0と合同っていうのは、余りが0っていうことだから、P で割り切れるっていうふうに言えるわけですよ。まあなので、例えばね、先ほどの例で言うと、10と4は、法を3とすると合同と。ね、これは 10-4 が6で3で割り切りますよね。同じように、例えば15と0は法を5として合同というふうに言えますよね。15-0 っていうのは15で、それは5の倍数。まあ、このね、式っていうのを言い換えると、15っていうのを5で割った時の余りと、0を5で割った時の余りは等しいですよと、まあ、言ってるに過ぎないわけですよ。まあ、この式も成り立つ。で、このね、A-B が P で割り切れるっていうことを考えると、この B には負の数を入れてもいいんですよ。例えば、
この合同式も成り立ちますよね。だって 2-1 っていうのは3で、まあこれね3で割り切れるわけじゃないですか。まあこの2から3減らした数、ね、3減らした数っていうものを考えてあげると、まあ当然ね、3で割った時の余りっていうのは等しくなるはずなんですよ。マイナスを3で割った時の余りってなんだっていうのはよくわからないかもしれないんですけど、まあこれは A-B が0ね、合同であるっていうこの性質を使ってあげれば、まあ2とマイナス1も合同というふうに言うことはできますよね。この余りの概念を負の数についても使ってあげられる。これはね、非常にね、強い武器になるんですよ。まあこれについてね、具体例について後で見ていきます。まあこんな感じで合同式は何を意味しているのかっていうところがね、まあ具体例を通して分かったところで、じゃあ実際に何がね、できるようになるのかっていうことについて見ていきます。まず一つ目が、すべての整数をグループ分けできるんですね。まあ例えばなんですけど、3で割った時の余りに着目したいと。まあそういう問題があったとします。この時、3で割った時の余りなので、まあ、法3、モド3の世界で考えますよね。そうすると、まあ、整数 N っていうのは、3で割った時の余りが0の場合、1の場合、2の場合の3パターンに分けることができますよね。こんな感じで、N が0と合同の場合、1と合同の場合、2と合同の場合っていうのをそれぞれ考えてあげることによって、結局すべての整数 N について調べることができるんですね。だってすべての整数 N っていうのはこの3パターンのどれかじゃないですか。まあ一般的にモド P の世界ではすべての整数 N っていうのは P で割った時の余りが0か1か2か点点点 P-1 かの P 個のねグループに場合分けすることができるわけなんですね。だからこのね、P 個の場合についてそれぞれ調べてあげれば、すべての整数 N について、調べ尽くすことができると。まあこういう強みがあるんですけど、まあその具体例についても後のね、問題で見ていきます。で、もう一つの合同式の強みっていうのが、余りの世界での計算が簡単にできるっていうことなんですね。まあこれについては具体例を見ていきましょう。こういう問題があるとします。A は9で割ると6余る数。B は9で割ると2余る数である。この時、次の数を9で割った時の余りを求めよう。括弧1番、A 足す B、括弧2番、A 引く B、括弧3、AB、括弧4、B の5乗。ね、9で割ると6余る数と、9で割ると2余る数がある。じゃあそれ足したらどうなるのって言ったら、6余るのと2余るのを足すから、6足す2で8かなと。括弧2番、A 引く B は、6引く2で4かなと。括弧3、AB、じゃあ 6×2 で12かなと。あ、でも9で割った時の余りだから、12を9で割ると1余り3だから3かなと。括弧4、B の5乗、2の5乗。だから32。で、この32を9で割った時の余りは4余り5だから5と。こういう風に求めたくなりますよね。直感的に。こうでいいのかなと。で、この計算をするのが、合同式の計算なんですね。もう直感的に当たり前のことをやっていくだけ。例えば、括弧1番で言うと、これ A は9で割ると6余る数。すなわち、こういう風に式で表せますよね。A と6は、法9として合同ですよと。ね。A を9で割ったら6余るからね。同様に、B と2は9をね、法とすると合同と。こういう風に言えて、今できることっていうのは、この2つの式を足すことができるんですね。この2つの式を足してあげると、A 足す B と6プラス2が合同。まあ、すなわち、A プラス B は8と合同なわけだから、9で割った時の余りは8ですよと。まあ、これ何をやってるかというと、A っていうのは、この式から 9M 足す6っていう風に置けて、B っていうのは 9N 足す2みたいに置けますよね。で、これを足してあげると、A プラス B っていうのは、9の倍数足す6足す2っていう風にね、出てくるわけだから、結局、モド9、9をね、で割った時の余りの世界で考えると、9M プラス9N っていうのは考えなくてよくなるから、A 足す B と8は合同ですよと。まあ、こういう風に言えるわけですね。まあ、一般に、P を法として A と C が合同、B と D が合同であるという式があれば、この2つの式を足すことができますよと。
まあこれ直感的にも当たり前ですよね。じゃあ同じように括弧2番も同じことが言えて、まあ戻っ9との元で A と6が合同、B と2が合同だったら、この2つの式を引くことができますよと。A-B は4と合同ですよと。まあこんな感じで A と C が合同、B と D が合同だったら引くこともできるということが言える。で、さらに括弧3においても掛け算もできちゃうんですね。この2つの式があったら、この2つの式を掛け算して AB っていうのは 6×2、すなわち12と合同ですよと。で、さらに12は3と合同なわけだから、結局 AB と3は9をね、法として合同ですよと。だから割った時の余りは3ですよと。まあこういうふうに求めることができるわけですね。一般に A と C、B と D が合同ならば AB と CD も合同になると。で、この式を使うと累乗の計算もできるんですね。まあすなわち A と C が合同ですよっていう式があったら、まあこれを2つ並べてあげて掛け算してあげると。そうすると A2 乗と C2 乗が合同。さらに A と C が合同っていうのをもう一回並べてあげて掛け算すると3乗が合同。みたいな感じで、まあ何乗をね、していけるわけじゃないですか。すると、まあ今回の場合、B と2が合同ですよと。まあこういう式があるので、じゃあ B の5乗はって言ったら2の5乗と合同。まあこれ32なわけだから、まあ32を9で割った時の余り、すなわち5と合同ですよと、こういうふうに求めることができるわけです。まあまとめると、モド P の元で A 合同 C、B 合同 D であるとき、足し算、引き算、掛け算ができて、まあ掛け算ができるということは N 乗もできますよと、この4つが成り立つということはしっかりと押さえておいてください。で、ここでね、あれ？足し算、引き算、掛け算がある。割り算はないの？っていうことなんですけど、割り算だけ特定の場合でしか無理なんですね。まあこのね、特定の場合っていうのはどういう場合なのか、ね、割り算できるのがいつなのかっていうことについてはちょっと複雑になるし、まあ何よりね、割り算っていうのはかなり出題頻度が低いので、もうとにかく足し算、引き算、掛け算、そして N 乗っていうのも簡単にできるんだよ。で、割り算だけちょっとね、話が変わってくるから、まあちょっと合同式で割り算使うのはちょっと控えとこうぐらいの感じでね、思ってもらえれば大丈夫です。それではいよいよこれまで学んできたことを使って合同式の練習問題を解いていきましょう。まずは括弧1番から8の100乗を3で割った時の余りを求めようと。まあ3で割った時の余り、戻算で考えていけばいいんですね。この時、8の100乗。まあ、これは、8っていうのは、戻算の元で2と合同ですよね。8を3で割った時の余りは、まあ、8割3は2余り2だから2と。いうことで、8の100乗っていうのは、この式から2の100乗と合同っていうふうに言える。で、この2の100乗がね、3で割った時の余りを考えていきたいわけなんだけど、まあ、考え方っていうのは2つある。まず1つ目。2の100乗か。だから2の2乗っていうのは4なわけだから、これは4の50乗と等しいですね。2の100乗と4の50乗は等しい。で、4を3で割った時の余りは1なわけだから、4の50乗っていうのは結局1の50乗と合同。すなわち1の50乗って1ですよね。よって8の100乗は3で割った時の余りは1ですよと。まあ、こんな感じで合同式をごちゃごちゃいじるだけで簡単に求めることができるわけですね。で、もう一つの考え方っていうのがあって、この2の100乗の扱い。これね、よく使う考え方なんですけど、戻算の元で2っていうのは、これマイナス1と合同ですよね。8っていうのは2と合同なわけだけど、マイナス1と合同。このね、マイナス1と合同っていうのはかなり使い勝手がいいんですよ。この2の100乗っていうのを、マイナス1の100乗っていう風に置き換えてあげる。そうすると、まあ、マイナス1の100乗って1ですよね。こんな感じで、ね、8を2っていう風に置き換えるんじゃなくて、8をマイナス1っていう風に置き換えることによって、累乗、この100乗っていうのが一発で計算できちゃうんですよ。まあ、こんな感じで、余りを負のね、数について導入してあげることによって、累乗っていうのを一発で求めることができたりすると。
まあ、このね、マイナス1っていうのは非常に便利なんだっていうことを押さえておいてください。じゃあね、括弧2番。自然数 n について n の5乗マイナス n が3の倍数であることを示せと。まあ、これ自然数 n についてで3の倍数であることを示していきたいわけだから、まあ、これ戻算で考えたいわけですね。で、今回ね、合同式を使ったら一発で解けるんですけど、合同式を使わなかったら、n を 3k で置いたり、3k プラス1、3k プラス2と、で、3つの場合でしっかりと置いていかなきゃいけないんですね。でもその場合、n の5乗とかね、3k プラス1の5乗とか計算するの、相当大変なので、まあこれね、合同式を使うことによって、まあ楽に解くことができると。まあ、戻算のもとで考えてあげると、n っていうのは、0と合同、1と合同、2と合同、この3パターンに分けることができますよね。それぞれの場合について、n の5乗マイナス n が3の倍数であることを示せたら、もうすべての自然数 n について示されたと。まあ、こういうふうに言えるわけですね。じゃあ、n が0と合同の場合はって言ったら、n の5乗マイナス n っていうのは、n が0と合同なわけだから、n の5乗マイナス n は0の5乗マイナス n と合同っていうふうに言えるわけですよ。っていうのも、ね、この式より、n の5乗は0の5乗と合同で、この2つの式を引いてるだけだからね。そうすると、まあこれは当然計算したら0。0と合同っていうのはすなわち3の倍数だよっていうふうにね、言えるわけですね。同じように、n が1と合同の時は、n の5乗引く n っていうのは、1の5乗引く1と合同で、これは1引く1で0と。で、次に n が2と合同の時は n の5乗マイナス n っていうのは2の5乗マイナス2と合同っていうふうに言えて、これは32引く2で30と。30で、まあこれは3で割った時の余りは当然0なので、すべての場合について3で割り切れるということが言えた。よって n の5乗マイナス n が3の倍数であることが示されると。まあこういう流れなわけですね。まあ、モドを使うと非常にね、見通しがいいですよね。で、この問題の別解もね、もちろんあって、今回 n が0と合同、1と合同、2と合同っていう風にやったんですけど、さっきの話思い出してください。あまりの世界にマイナス1を導入すると非常に見通しが良くなるわけですね。で、今回0、1、2っていう風に倍分けしたんですけど、実は0、1、マイナス1っていう風に倍分けすることもできるんですよ。まあ、n が3で割った時の余りが2である場合っていうのは、実は n が3で割った時の余りがマイナス1である場合っていう風に言い換えてもいいですよね。そうするとこういう風に言い換えてあげると少し計算が楽になるんですね。 n の5乗マイナス n っていうのはマイナス1の5乗マイナスマイナス1と、まあ、こういう風になって、ここはマイナス1プラス1っていう風になるから一発で0と、まあ、こういう風に求めることもできるわけです。よろしいですかね。ということで今回余りの世界に着目する合同式について1から解説してきたわけなんですけど、こんな感じで全ての自然数をグループ分けすることができて、そして余りの世界での計算が非常に楽になると、そのことによって整数問題の見通しが100倍ね、良くなるといったことがね、感じ取ってもらえたんじゃないかなと思います。ただですね、合同式の本当の力っていうのを分かるためには、やっぱりですね、いろんな演習問題を通して、で、実際に自分で使ってみて初めて分かるものなんですね。そういった演習にたくさん取り組みたいよっていう方はですね、概要欄の方からですね、徹底基礎講座が開講中ですので、ぜひね、気になる方はチェックしてみてください。そちらの方ではですね、合同式に割り算を適用した場合どうなるのっていうことについてもね、詳しく解説するので、まあそちらの方も見てもらえたら嬉しいです。もちろんですね、今後の YouTube においてもたくさんね、整数問題、複雑な整数問題についても取り扱っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのもコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。